さあ、それではフォーエバーブルールミナスの続きやっていきます。さあ、現在は古代ゾーンに来ていて、これから右上の方ちょっと残ってるからやっていこうかなと思ってます。よし。さあ、まずは名前なんて言ったっけな、何サウルスだっけ。いや、サウルスじゃなかった、リオプレウロドン。うん、カラーリングが特徴だからと言ってもなかなか覚えられそうにもないけれど、とりあえず深いところに潜っていきつつ、この辺りは見たことがない。うん、オドントケリス、なんかすごくいっぱい手足があるなと思ったら、なんかそうでもないけど、すごくなんていうか気ままに泳いでる。オドントケリス、三畳紀後期に生息していた亀類の祖先。最古の亀ではないが、かなり原始的な構造を有している。学名は歯がある甲羅が半分の亀を意味している。その名の通り、この亀には原生の亀にはない歯がある。また背中側の甲羅はないが腹側の甲羅はあるというのが本種の特徴である。ほう、今の亀は歯がない。亀の口の中ってあまり見たことがないけれど、確かにあるっていう、そういう感覚はないな。お口見せてください。なかなかいけずな亀だね。お腹側には甲羅があるけど背中側にはない。なんかあの首長竜の子たちの方が全然亀っぽいじゃん。へー、なるほど、そういうポジションが空いたから、そのなんていうの、亀が亀らしくなっていったとか、そういう流れもあったりするのかな。どうなんだろう、すでにそういう生物がいるから違う方向へと進化していくみたいな可能性もなくはない。なるほど、面白い。さ、さらに深いところ、この辺りはアンベール済みだね。よし、じゃあ一旦上がりまして、よし、この辺り、アンモナイトくん、アンモナイトくんか、君はパラプゾジア。うん、この子もアンモナイトと同じぐらいかな。中生代白亜紀後期に生息したアンモナイトの巨大な仲間。うん、アンモナイトにしては大きいな。よし、お、いっぱいいっぱいアンモナイトがいる。うん、よし、おっと、違う違う、大きいアンモナイトがいるなと思ったら違うアンモナイトくんだった。え、ちょっと待って、すごくいっぱいベールに包まれている子がいっぱいいる。チャンスチャンス、よし、思った以上にいるな。このなんていうかさ、部屋みたいに区分けされてるというか、小分けされてるこの辺り、すごく住み心地がいいのかも。ここ入れるかな、入れる、いいゲーム。よし、あ、一箇所マップが埋まってないぞ。よし、上の方は大丈夫かな。お、サルベージの反応があったような。うん、まあもうちょっと探してみましょう。お、お、こ、うんうん、おー、ん、なんかちょっとなくなったな。ここかな。
反応がなくなった。上がってる最中はいっぱい光ってておっと思ったけど、見失ってしまった。とりあえず一旦潜り直してみて、お、よし、だいたい未発見の生き物は減ってきたかな。サルベージもなかなか反応がこう上の方にあるのか下の方にあるのかちょっとわからないところが難しい。よし、もうちょっとかな。この辺りもちょっと削っていっちゃおうか。お、反応あり。あったー。これさっき反応あったやつじゃないよね、角度的に。古代生物の生卵。しかも古代生物の。よくわからんが、わかった。その、なんていうか、なんかこう、受精卵的なものが何かの拍子でコールドスリープ的に卵が残ってるとかそういうこととかないかな。おっとっと。さあ雑にマップを埋めていきます。一応バリアント、よし、ちょっと気になるかな、ここ大丈夫そう。お、ここは調べてあるね。でかーい。お、知らないけどすごくその首長竜っぽい。エラスモサウルス。エラスモサウルス、白亜紀後期に生息した首長竜の一種。長い首には柔軟性があり、全長は約14メートル。主にイカや魚類、アンモナイトを捕食していた。体内から遺跡が見つかっており、浮力調整の重りだった、消化を助けたなど用途には様々な説がある。首には76個の骨、頸椎があった。キリンの7個と比べるといかに多いかがわかるだろう。それだけいっぱい骨があるとかなり、なんていうか、そのいろんな角度に曲げられた可能性もある。 S 字とかにさ、いっぱい節があるようなものでしょ。なるほどね。それだけ首を長くする理由、まああるにはあるよね。なんか細いところに首を突っ込めるとか。きっと利点はいっぱいあるんだろうけど、それだけ首にかかる負担もか、なんていうか重くなっちゃうよね。ここ上の方に行かないとダメかな、これは。よし、アンベールされてないやつがさっき映ってたけど、あ、いたいた。ん？なんかフォルムが違う気がするな。しかも違う手段。タニストロフェウス。タニストロフェウス、中生代三畳紀中期に生息した首がとても長い爬虫類の一種。全長は約6メートルだが、首はそのうち4メートルもの長さがある。幼体の頃首は短く、成長につれて長くなっていった。
学名はラテン語で長い脊椎を意味する。陸上における歩行は得意ではなかったと考えられており、主に水中で魚を捕食していたと思われる。なるほど。恐竜と爬虫類の違いってつまり何でしょう。というか恐竜っていうのがそもそもいないのかな。爬虫類と一括りに言っちゃってもいいのかな。よし、ギラカンタス、なんかすごく古代の風格がある。ギラカンタス、古生代石炭紀に生息していた。体長は大きいものだと90センチメートル前後まであったとされる。小型のクリマティウスと同じ棘魚類である。そのため体には多数のトゲがあった。特に本種の胸びれにあたるトゲは40センチメートル前後という大きさであり、体長の半分ほどの比率を占めていたようだ。胸びれにあたるトゲは40センチ前後。ちょっと待って、胸びれ、これトゲなの？トゲなんだこれ。へえ、すごいね。それもトゲになっちゃうんだね。言われてみれば、そんなんていうか、あれ、これがそうかな。いろんなところにトゲがあって、いや全身にトゲがあるとは書かれてるけど、全部がトゲに見えてきた。おー、なるほど。おっとっとっと、あ、でも せっかくだからなんか写しておこうかな。なかなか風格がある。お、何か考えてそうな顔だけど、俺にはさっぱりわかんねえや。まだベールに包まれてる子もいたよね、今ね。一旦上に上がってきましたけど、しかしマップも埋めたい。新種はいないようかな。よし、お、大丈夫。大きめのその魚影というか、さっきのだね、これは気にしておこう。見た目の姿形が似ていても違う種ってことが結構あるから、大きな魚はやっぱり魚というか爬虫類か。この広いところにいるっぽいよね。距離感、16メートル、これが16メートル。もう長さっていうよりかは大きさって感じ、これはもう。よし、さあこれでようやく古代の遺跡ゾーンはなんとかなったかな。このマップの色合い、深さを表してるとは思うんだけど、なるほど、こういう感じで組み合わさってる。一つのマップで全ての生物がちゃんとコンプリートできるのかな。そうでもないのかな。あった、これだ。最初にどこだろうと思ったやつ、これは古代生物の牙。なるほど、ちゃんと古代ゾーンだから古代っぽいお宝が出てくるということかな。よし、じゃあどっち行こうかな。ちょっと様子を見てみようか。こっちはまだん？お、えい、このバリアントはマンボウ。アポロ、体色が黄金色の巨大なマンボウ。マンボウのバリアント、赤マンボウもいつか出てくるんじゃないかなと思われてますが、
これはザトウクジラ、ちょっと待って、この後ろのこのトゲトゲはブラックです。ブラックです。ブラックです。漆黒の大色を宿した巨大なザトウクジラ、死と輪廻を司るクジラの神と恐れられている。噂では100年以上生きており、物悲しいクジラの歌を歌うという。それは死者の魂を導く鎮魂歌とされる。地元の漁師は本種の姿を見ると死者の国へ連れ去られると信じており、もし海で遭遇した場合は使用した漁具を焼き厄除けをするという。いわゆる迷信とも取れそうなもの。こういうなんていうか、そのいかにもなその海へのね、畏怖の念というか、そういう、待って待って、アンノーンパルスがあるぞ。アンノーンパルスがあるんじゃ見に行かないと。ちょっと待ってね。サルベージ、あ、これだ。お、知識の伝道師。お、なんか随分出てくるの遅かったな。観光雑誌、待って知識の伝道師とは確かにそうだけど、まさかの観光雑誌。古代ゾーンとか書かれてるのかな、これ。酒場バスピスってのがおすすめですみたいなのが、あ、いっぱいたくさんある。いっぱいたくさんあるとはちょっとよくわかんないこと言ったけど、竜のコイン、なんだこんなにいっぱいあるなんて。逆に怪しい、クルーザー模型。海賊の大樽、3000ポイント。いいものが詰まってるのかな。金銀財宝を樽に詰めてたっていうのはちょっとなんかピンとこないけど、確かに逆に言えば他に詰めるものもなかったろうし。この辺りか。反応が、お、強くなってきた。おそらくこの辺りにもじゃもじゃっとしたやつがいるはず。わかるかなこれ。ちょっと反応が薄れたかな。こっち、君かい？違うな、こっちかい？お、反応が強いぞ。あまりにもちっちゃすぎるともう調べる前からわかんないから。あ、反応が鈍くなった。ふむ、だいたいあの辺りでかなり反応が強くなってる気がする。この状態で、君？でも違うな。お？でもノイズが走ってるようには見えないな。違うな。見た目じゃわからないのかな。あ、明らかに、おー、フレーが来た。この辺り、え、君か？やっぱり。いや、でもだとしたらもっとブルブルと来てもおかしくないし。ここまで行っちゃうともうだいぶサークルから外れてるし。あ、っていうか、サークルが動いてる、よく見たら。あー、ここか。ん？違う。違うぞ。え、めちゃめちゃ動いてる。この辺り。サークルを追って、ん？こんなにサークルが動いてるのに、そんなになんていうか、やっぱり？君たち？いや違うな、だって向いてる方向こっちだもんね。不思議な感じ。そんなサークルがくるくると動く？ちょっと待って、この辺りでじっくりとジラジラってしてる生き物がいないか。
違うっぽい。へえ。全然そのなんていうか目視じゃわからない。しょうがないからサーチ始めましょうか。おお、じらじらしてるかと思ったらこれはハリセンボン。へえ。多分ね、俺のそのあ、君たちか、トビウオ、トビウオだ。うん、このうちのどれだ、個体的にわからん動きが速くてちょっとわからない。でも多分なんかジリジリってしてるやつ。いた。ちょっと見た目じゃわからないのかな。わかりました、これベール剥ぐ前に。わからん注目しないとわからないのかな、これ動きが速くて全然わからない。うん、注目しないとわからないのかもしれないな、ということにしとこう。うん、でもまあ動いてるのが、まあ、正体がつかめたからよかった。おお、なんかめっちゃめっちゃ新種がいっぱいいる。セナキルリスズメダイ。セナキルリスズメダイ、全身青のルリスズメダイと比べ、フン、口先から尾にかけて黄色の帯があるのが本種の特徴である。数個体で泳ぐことが多い。ルリスズメダイの生息する場所よりはやや深場で見られる。捕食関係にある青黄二色のコントラストは美しい。小さいボディと愛らしい見た目からダイバーに人気のある魚である。うん、このツートンカラーが背中側に黄色いカラーが入ってる。尻尾にもある。うん、なるほど。黒メジナ。黒メジナ、全体的に体色が黒いメジナ。メジナよりは遊泳力が高く、やや沖合にいる魚で、釣られた際の引きも力強い。またメジナより鱗は小さく細かい。甲殻類や藻類を食べる雑食性だが、メジナの小さい歯に比べると鋭い歯が生えているのが本種である。味が大変美味とされるが、市場に出回ることは少ない魚である。うん、大変に美味。なるほど。お、ミヤコテングハギの横島。横島模様のミヤコテングハギ、変異種、体表に珍しい横島模様のついたミヤコテングハギ。海中調査用ドローンの調査結果によると、この海域には本種の天敵が非常に多いことが分かった。横島模様には輪郭が不鮮明になり、動きが読まれづらくなる効果がある。本種は生き残るためにそうしたより狙われづらい体表に進化したのではないかと考えられる。なるほど。輪郭が不鮮明になる。おー、シマウマとかもそういうのを狙ってるのかな。うん、いわゆる迷彩効果的なやつかな。水中だとよりこういうのが効果を発揮するのかもしれない。うん、なるほど。金魚花鯛の錦鯉柄。これはつまりこれは金魚花鯛タイなのかい、鯉なのかい。錦鯉柄の金魚花鯛、変異種、まるで錦鯉のような珍しい模様のついた金魚花鯛。錦鯉の模様の多くは人類の手によって生まれたものであるため、本種がなぜこのような模様になっているのか現在のところは不明である。しかし調査の結果から本種はオス個体しか存在しないことが分かっている。ほう、謎設定。うん、こういう錦鯉柄っていうのもさ、その年代をなんていうか、そういう模様をするね、鯉をそまさしく手塩にかけて紡いできた結果が今の錦鯉なんだろうけど、こ
これは確かに、でも迷彩、そう、色はねちょっとあれだけど、迷彩的な意味ではなかなか有用な気もする。あとはカラーの問題だな。薄めバル、うわでっか、ちょっと顔近、ちょっと待って、もうちょっと薄めに見えるようにしてくんないかな。いやそうじゃなくてメバルだよね。ん？どう、まあいいや、解説聞いてみよう。薄メバル、やや深場の岩礁帯に生息するメバルの一種。名前の通り、見た目が似ているトゴットメバルと比べると斑紋の色が淡く薄い。大きな目と赤橙色の体色で、背部には褐色の雲状斑がある。群れて泳いでいることが多く、沖合の深場にいるのでオキメバルとも呼ばれる。甲殻類やゴカイなどの多毛類、小魚などを捕食する。うん、薄メバルは前作でもいたかな。薄メバル、小型の魚、お腹で卵を孵化させる卵胎生。ほう、薄メバルちゃんは卵胎生なんだ。この40センチって言われたらなかなか大きいけどさ。おお、なるほど。結構魚類っていうのは、なんていうか、卵とか外に出すってイメージがあるけれど、ちゃんとお腹というかね、安全なところで孵化させるっていう種も結構いますよね。ズワイガニ、カニだ。ズワイガニ、深海に生息する大型のカニ。水深は広く分布するが、主に砂泥地を好み深場にいることが多い。食性は雑食性で、貝類や多毛類、魚類などを捕食する。産卵をするまで脱皮による成長を繰り返し行う。地域によって松葉ガニ、越前ガニなどという別称もある。高級食材として世界に流通している。おー、みんなカニ大好きみたいな。おー、ちょっとあのカメラがね、あの地形に埋まってしまうと大変なことになるので、ほどほどなところから見ていきますけど、なるほど。カニもなかなか、その何の味付けもされてないカニって食べたことがないと思うんだけど、大変に美味な部類なのかな。あのいかにもなんていうか、その筋繊維っていうか、ああいう食感もまたいいのかな。よし。お、他には、お、ん、これさっき見たハリセンボンみたいなネズミフグ。いや、ハリセンボンとの違いがわからん。すごい、もうこれ普通にハリセンボンだと思ってた俺は。じゃあ解説聞いてみましょうか。ネズミフグ、岩礁地帯やサンゴ礁域の浅場に生息するハリセンボンの仲間。全身にトゲがあるが、ハリセンボンと比べるとトゲは短く、数も少ない。驚いたり身の危険を感じたりすると体が膨れ、イガグリのような見た目になる。名の由来は顔がネズミに似ていたためという説もあるが、定かではない。身は無毒のため食用にもなる。ほう、まあ、待って、身は無毒のためって、 身ってどのあたりを言ってるの？内臓じゃなくて、あのいわゆる筋肉の部分とか、そういうところ大丈夫？フグっていうと、なんていうか毒持ってるイメージがあるから、多分だけど、これ見ても食べる気にはならないな。だってトゲ刺さりそうだし、ハリセンボンにもいろいろいるんだね。もう絶対ハリセンボンって言っちゃうよ。あれ、この小さいエイはなんだっけ。青マダラエイ、はい、調べたことあったっけ。いや、あるから今ハテナがついてないんだろうけど、この柄を見ると思い出す。よし、結構なんていうか、
あれだな、アンノーンパルスのやつを見つけるために時間かけちゃったな。一応こういうマップを開放したところはベールを剥がしておかないと後で困る。おお、知らない子がいるぞ。しびれエイ、すごくなんていうかしびれさせられそうな名前だけど、うん、おっとっとっと、じゃあ解説聞いていきましょうか。しびれエイ、全体的に丸い形状をしたエイ。胸びれ付近に発電機関があり、獲物を見つけると上から包み込むように50から60ボルトの電気ショックを与えて麻痺させる。この電気は身を守るためにも使われるため、ダイバーなどはしびれエイを見つけても安易に触れないよう注意が必要である。なるほど、この見た目ちょっと可愛らしい丸みをしてるから触ったりはしたくなるけど、しびれちゃうか。なるほど、上から包み込むようにっていうのが面白いね。多分砂底っていうか、その砂の上、おかしいか、砂の中に潜んでる獲物をビリッとやるんだろうけど。おー、なるほど。発電機関とは言ってるけどさ、そんなどうやってやってるのというのはあるよね。この辺りも見ておこうか。おお、いっぱいいる、いっぱいいるぞ。油坊主、なんかどこかで聞いたことがあるな。前作に油坊主はいたかな、いないと思うんだけど。油出てこない。アメフラ坊主みたいないたよね。坊主で検索してみたら坊主ハゲギスとか出てきた。ウェッデル海にいる。不凍糖タンパク質という特殊な物質のおかげでマイナス 2,3 度でも凍らずに生きていける坊主ハゲギスという説明が書かれている。まあ、ともかく油坊主、岩場を中心に生息している魚。カサゴ目の中では最大級の大きさとなる。外見はクエによく似ている。一般的な魚と比べ体の脂肪分が非常に多いことで有名。体は太く、頭部はずんぐりとしていて丸みを帯びている。基本的には岩礁域に生息するが、水深1000メートルの深場でも生息が確認されている。1000メートル、なかなか深いところまで行きますね。うん、クエに似ている。うん、確かにちょっとこの厚い唇あたりがすごくクエっぽい。おー、なるほど。クエと違って大変に美味かどうかはちょっとわからないっていうね。で、今思い出したんだけど、アメフラ坊主じゃなくてアラフラ王星だったかな、は見かけたことあったよね。アラフラ王星、アンコウの一種、約4メートル、カムフラ率が高いという、これは前にも読んだことがあるかな。うん、あの某ねピクミン的なゲームでアメ坊主っていうのが出てきたから、ちょっと名前がごっちゃになりましたけど。マダイ、マダイ、淡く赤色に染まった体と青白い斑点が特徴的な海水魚。群れは作らずに単独で行動する。鮮やかな体色が日焼けによって褐色化すると市場価値が下がってしまうため、養殖地では様々な研究や工夫がなされている。岩礁付近の砂礫地の海底付近に生息し、肉食性で小魚や貝類、エビやカニなどを食べる。なるほど、やはりタイといったらあのなんていうか目を引く赤さ、うん、あれがやっぱり大切なのかな。うん、なるほど。よし、なんていうかめでたいのタイの代表格みたいな感じだよね。よし、この辺りもでーい。うおー、これはすごい、ハリセンボンいた。でもさっきのなんかネズミフグ、確かに針長いかな。
こっちは300から400本だよね。ふむ。なかなか一瞬では全然わからん。トゲが短いからこれはネズミですねっていう。よし、これでだいたいマップを歩いたところというか解放したところ、全然アンベールの雑なアンベール。よし、今のところこれで大丈夫かな。アンノンパルスもちゃんと見つかったし、まあまあ。あ、上の方へおいでた。君たち忘れていました。ブリ、うん、ブリ、せ、出世魚、うん、一応泳いじゃってるのは。おお、ちょっと待って、ベニザケ、あの白鮭さんが日本でよく取れる鮭、ベニザケがどこだっけ、場所忘れちゃった。なんていうか、そのトラウトとかサーモンって呼ばれるあのあたりね、アメリカの西岸とかそういうところだと思うんだけど。うん。ベニザケ、名の通り鮮やかに輝く紅色の体が美しい魚。動物食性であり、主に動物プランクトンや小魚を食べる。なお、ベニザケとヒメマスは同一の魚である。数年を淡水域で過ごした後、海洋生活に移る個体はベニザケと呼ばれている。一方で淡水域にとどまって過ごす個体はヒメマスと呼ばれている。同じ魚。ヒメマスは全然その鮮やかな体色してないし、そんなにその鼻先もかぎっぱなみたいな感じになってないし、全然違う魚のように見えるけど同じなんだ。驚きだね。うん、淡水だけで過ごすのがヒメマス、海に出るのがベニザケ。うん、実に興味深い。あ、しまった。どん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 あの深みにはまっていく。よし、じゃあこの辺りで一旦上に行きましょう。ってか上っていうか、その浮上しましょうか。よし、今回はちょっと短めにしようと思ってたのに、すっかり夢中になってしまったな。アンノーンパルスあたりからちょっと計画がみたいな。というわけで、お宝。観光雑誌、有名なダイバー雑誌、有名ダイビングサービスの超敏腕ガイドの一日に迫ると、見出しにある。なるほど。前作海の呼び声ではね、あのダイバーズサービスをプレイヤーがやってたという、そういう設定でしたけど、うん、あれとちょっと関係があるのかもしれないみたいなね。その初代もそういう感じだったのかな、ダイビングというかガイドとしてみたいな、そういうパターンなのかもしれない。クルーザー模型、ある有名なクルーザーの模型、壮年の船乗りと犬が乗っていたとされる。これは完全に前作の海の呼び声のあのクルーザー、私だジョン・エリックだっていうのを言いたくなるけど、そういえば犬、特になんかイベントがなかったけど、いや、あったけどね、ちょっとだけ。あれ気になってたんだよね、飼い主のところに帰れたんでしょうか、それともやっぱりあのままその船長と一緒に過ごしているんでしょうか。うん、海賊の大樽、金銀財宝が入った大樽、海賊が手に入れた宝をここに集めていたようだ。うん、なるほど。もともとはリンゴとかが入っていたのかもしれない。古代生物の牙、この海域に生息する古代生物の体の一部であり比較的新しい。そして生卵、古代生物が産み落とした新鮮な卵、この海域では未だに古代生物が繁殖を続けているのか、興味は尽きない。うん、なるほど。古代生物が今も現存しているということが分かったら古代ではなくなってしまうのか、それともやっぱり古代から生きてるから古代生物と呼ばれるのか、興味が尽きない。
うん、シーラカンスはでも古代な生き物って言われてるよね。うん、竜のコイン、ワニのような頭が描かれている竜のコインなのにワニなんだ。うん、なるほど。よし、さあ、ミヤコテングハギ、これが普通のミヤコテングハギ、これが横島。まあ水中で見るのと比べるとなんていうか、なんかすごい。あとなんとなく背びれの部分がすごくなんていうかモヒカーンって感じがする。うん、ある意味ではちょっとおしゃれだね。そしてセナキルリスズメダイ、うん、頭の方から尻尾まで黄色いのが特徴。ふむ、なるほど。スズメダイが黒いんですよね。うん、でデバスズメダイは若干というかかなり綺麗な緑色で、ルリスズメダイっていう全身真っ青なやつと背中が黄色い、そしてシルキルリスズメダイ、背びれじゃないや尾びれだけ黄色くなっている。うん、なるほど。こうして見ると全然違うなと思うけど、6000スズメダイ5本しかない場合もある。なるほど、これでスズメダイはコンプリートかな。金魚花ダイ、金魚花ダイのメスはいるけどオスがまだ発見できてないっぽいね。うん、なるほど。そっか、本種はオス個体しか存在しないことが分かってる。なるほど、金魚花ダイのメスとオスは形が全然違うってことだね。うん、あれ、マダイ、おータイだ。うん、これはなぜそのめでたいというか、そのどうなんだろう、因果がわからない。美味しくてよく宴会とか宴席で使われたからそのうちめでたいものとなっていったのか、多分どこかで聞いたことあると思うんだけど思い出せないなおそらくどこかではやってると思うんだけどね。黒メジナ、うん、普通に黒い、普通のメジナよりは遊泳力が高い。なるほど、大変に美味。薄メバル、うん、トコットメバルと比べると斑紋の色が淡く薄い。うん、なるほど。お目目がかなり大きく見えるけど、うん、メバルっていう名前よりも薄めっていうよりかは大きな目っていう、そっちの印象の方が高くなっちゃうけど、なるほど。目を見張ってるかのような大きさの目だからメバルっていうのかな。普通のメバルが出てきてないからな。名はタイを表す、逆に言えばタイは名前を決めるとも言える。アブラボウズ、うん、クエとよく似てる。クエさんは、クエさんはもうちょっと上の方かな。うん、しびれエイ、見た目は可愛らしいがビリッとくる。うん、しびれるだろうって言ってるのかもしれない。ブラックデース、ザトウクジラ、ザトウクジラは、うん、やっぱりお尻の方のトゲトゲ感はないな。うん、なるほど。でこれがブラックデース、あれ、うん、やっぱりトゲトゲ感あるね。なるほど、こういう伝説生物も過去作に出てきたやつなのかな。うん、ホワイトマザーは初代にいたんだっけ。シンギングドラゴンは海の呼び声、うん、そしてネズミフグ、ハリセンボンとの違い、ででん、お、ネズミフグの方が若干大きいけどトゲは短い。いやー、違いがすぐわからないなこれなるほど、
この斑紋っていうのかな、頭の部分が若干黒いとかさ、そういう違いで見分けがつくのかな。こっちの方はその斑紋というか斑点が細かいですよね。こうして並べてみると結構違うわ。でもどっちか片方だけ出されて、これがハリセンボンですって言われたら絶対わかんない俺は。なるほど、ズワイガニ、美味しいカニってイメージがあるけれど、タカアシガニ、ケガニ、すごくなんていうか触ると痛いんですよね、トゲトゲの部分がね。ズワイガニちゃんも、なるほど。お、紅鮭、これが普段見る鮭、これが、海外の鮭、そしてヒメマス、これとこれが同じ、嘘でしょ絶対違うでしょって言いたくなるけど、出世魚でそのなんかだんだんこう名前も変わっていくというか、見た目が変わっていくっていうのもあるんだろうけど、違いすぎるじゃんこれ、さすがにとても同じ魚とは思えないけど、不思議だな、生き物って本当不思議。なるほど、ギラカンタス、トゲらしいですね。確かに言われていれば上の背びれ部分もトゲにヒレがついてるみたいな感じだね。これトゲなんだ、何回言われてもトゲって感じしないけど、なるほど。そして爬虫類ゾーン、オドントケリス、あ違う、カメだこれ、そっか最初なんかその奇妙な手足の動かし方でちょっとびっくりしましたけど、お腹側にだけ甲羅がある。こうして見るとユーモラス、なるほど。古代ゾーンすごいな、タニストロフェウス、同じようなカテゴリーで固まってるわけではないのかな。エラスモサウルス、76個の骨が首にあったという。最も長い首を持っているっていうのはどういう種なんだろう。よし、大体こんな感じかな。今回は古代ゾーンとサンゴ礁ゾーンとかね、結構いろんな種が見られましたけど、なかなかなんていうか、やっぱり生き物っていうのはユニークな生き物たちが多いね。ユニークじゃない生き物がいないみたいな感じがするぐらい、種としてはそのね、スズメダイとか、あとはクマノミとか多い子がいるかもしれないけど、よし、じゃあこんな感じかな。いやなかなかやっぱりなんかいっぱい新種が見つかると楽しいというか、うわーこんなにいっぱいいるんだって感じがするし、まだまだいるんだと思うとすごく楽しみが残ってますよね。よし、じゃあ今回はここで一旦区切っておきたいと思います。さあそれではまた次回よろしくお願いいたします。